皆さんこんばんは、ティーンダーの脈部金太です。皆さん土木技術者になりたいですか？過去の実績の橋、錦帯橋、あと明石海峡大橋ありますね。他にも気仙沼や新阿蘇橋、八つ葉ダム、黒部ダム、水でも支える、あとはインフラ整備、空港やトンネル、ジャン高速道路、あとは公園も、はい。やはりインフラ整備は確かに大事でございます。設計によっていろいろですね、はい、いろいろ研究から生まれ、はい、東日本大震災の影響もあってからいろいろですね。 ICT 情報技術、やはり現場も変わってくるもんでございますね。はい、思い通りにね。はい、あとはまあ工事から全ての段取りもいろいろ決まっちゃうんですね。はい、地下道勝負ですね。ロックバンドから転身している人も中にいます。土木技術者はですね、やはりインフラの整備はやはり基本でございます。やはり日本によって産業革命から始まって、いろいろまあパイオニアたちもいろいろ言います。震災復興、やはり大事です。あとは国家公務員に目指す人もおりれば、地方公務員、あの産業技術家ですね。はい、建築コンサート、あとゼネコンとかサブコン、その他諸々もろもろになる方もおりますね。はい、やはり車もまあ道路はやはりお医者さんですね。高速道路、やはり整備が大事です。はい、やはり東日本大震災の経験をまず思い出してくださいね。はい、収入資格取れば安定しますね。建設業で、はい、建設の資格を取るんです。いろんなコースありますが、はい、大学やっぱり短大、専門学校、工業高校がやっぱり一番です。はい、というわけで以上です。バイバイ。